山田です。ヤスです。いい声を盛ります。はい、ということでですね、はい、ちっちゃい声すごいちっちゃい声のね、ヤス君が、ね、今もちょっといるんですけども、はい、今私たち3人はですね、はい、横浜、桜木町とか港未来とかね、あの辺に今来ております、はい、ただいまの時間が、9時50分ぐらいかな、間もなく10時を回るということで、まあ、皆様ご存知の通り、はい、ポケモン GO フェスタ、横浜、うん、はい、こちらの、当日、僕らはですね、今回あの参加が初日ですね、はい、まあ、僕らつって言っても今回の僕とヤス君ですよね、参加権、この当日持っているのは僕とヤス君だけなので、はい、まあ、ダイオちゃんに関してはね、本当に申し訳ないんですけども、はい、今回ちょっとカメラとね、あと編集ということでですね、はい、そうなんですよ。でも今回あれなんですよね、あのダイオちゃん僕らとまた別で当たってるんですよね。そうっす、すごいよね。頑張って当ててもらいました。フレンドに。フレンドに。私は落ちましたか。ナイスフレンド。友達。ナイスフレンドです。本当に。ということですね。まあ、横浜の方に、ね、来て、まあ、これからですね、僕らあのリンゴパークかな、はい、の方に、今から行こうというところなんですが、はい、ちょっと悲しいお知らせを最初にしないといけないんですけれども、はい、今日の3人で集合したんですね。現地集合だったんですよね。ええ、3人でね。で、あの現地集合ということで、あの普通にバッタバッタの集合だーって集まってって、でそしたらなんかずっとヤス君の声が小さくてね。ね、なんか。あ、まあ大きい声も出してない。やめて。昨日の体調悪かったんだって。もうダメじゃん。ということで悲しいお知らせというのはですね、本日の横浜のイベントですね。うん、まあただでさえ炎天下の中でのイベントです。いや、そうなんですよ、本当に。はい。ということで普通に健康な人でももう脱水症状とか、そうですね、普通に熱中症とかで倒れる可能性がまああるわけですよね、はい、正直過酷なんですよこのイベントって。確かに。の中にガチガチが風邪の時の咳をちょっとしてるので言うのも心苦しいんですが、いやいや、まあ、年に一度なんでね、年の一度のイベントなんで心苦しいですが、お帰りください。じゃあね、気をつけて、本当に休んでください。元気出して、そうですね、はい、動画なんかしっかり元気にやっていきましょう。はい、以上、リンコパークの方へやってまいりました。やってまいりました。はい、見てください、ピカチュウ。ピカチュウ。とてもでかいピカチュウ。ピカ様が出ております。そして会場の方に着きまして、ちょっとゲーム内の方をね、見ていこうかなと思います。はい、もういるタップしていい？タップするよ、タップしたらわかる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 、出てるよ。すごい、全然回らない。ちょっと待って、ペラップ、あ、どうしよう、ペラップ、ちょっと待って、ペラップよくよく考えたらさ、登録なんですよ、初登録だから、初登録ちょっとちゃんとあれしなきゃ、ちゃんとしなきゃ。はい、入ってました。よしごめん、いや、すげえ今俺テンション上がってる、ごめんな。捕獲ちょっと厳しいな。なんか今ハイパーボールでやったら黄色だったんですよ。で今、はい、金釣りハイボにしましょう。金釣りハイボの、はい、グレート、行くよ行くよ、はい、ありますよ、はい、クラップが、はい、はい、1回目、はい、2回目、はい、3回目、よっしゃ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 、ペラップ、よっしゃよっしゃ。はい、ということで、はい、はい、もうね、笑われております。周りのちっちゃい、はい、はい、はい、もうね、一旦楽しんじゃってます。はい、ということで、本来だったらオーストラリアとかね、はい、あっちの方でゲットできます。ペラップ、受けたし、やった、取れた。いや、誰よりも嬉しそうにペラップ取ってますよ。嬉しい、嬉しい、いいな、嬉しい。私もまた後日、そうですね、今日はダイヤちゃんね、参加日じゃないですかね。はい、はあ、いや、もうだってペラップ一匹取るだけで今汗びしゃびしゃなんですよ、今本当に。すごいですね、ひどい。お、すごい、あ、どうもー、すごい、伊藤園さん。あ、伊藤園さん、松木用ソフトバンクワイモバイル、店舗いっぱい出てますよ、スポンサーさんが。そうです、スポンサーさんのところめっちゃ商品やってますね。こんにちは。あ、すごい、めっちゃ売ってるんですね。売ってますし、うちわも、うちわも、あ、どうもどうもどうも、すごい、なんかもうなんか仲間みたいな感じだったから、もうなんか伊藤さん、じゃあこれ買ってた方がいいな。いただきます。うん、あ、冷たいお茶がうまいな。やべえ、うめえ。じゃあちょっとね、公園内もね、ちょっと回っていきましょう。いろんなポケモン出てると思いますからね。よかったです。
はじめまして。あれだけ。嘘つけ。いいことなら嘘つけ。お疲れ様です。あれなんか、すごい俺今汗かいてね。どうしたの？山田さん、めっちゃ汗かいてる。時空取り消しません？今何時ですか？今、11時ですね。11時です。1時間で喉がカラカラになってる。一旦、日陰に行こうか。いや、暑い暑い暑いですね。あのですね、気づいたら今度12時半になってるんですね。ちょっとあの、ガチな話なんですけど、あの、もうね、熱中症だったかもしれない、さっき俺、うん、だよちゃんにね、ちょっと言われて、なんか、あ、それやばいかなってちょっと思った、本当に。なんかですね、まあ、視聴者さんとの交流の場所を僕がね、完全に誤った。日向でね、もう、この日差しの中、炎天下の中で、割と声張りながら、もう結構、がっつりやったんですよ。がっつりやりました。はい。で、その後も、なんかの移動して日陰に行こうと思って、あ、日陰だーって思うじゃないですか。そうすると、日陰にいる方々が、山さんみたいな感じで。こうわざ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 みたいな感じじゃないですか。で、僕はやっぱりそのちゃんとね、皆様とご挨拶したじゃないですか、はい、するじゃないですか。で、するとですね、やっぱり日陰に入れなかったんですね、だんだんね。で、あ、ここダメだって言って、あ、ここダメだ、あ、どうしようかな、あ、どうしようかなと思ってたらですね、だんだん声が出なくなりましてね、やばいと思ってですね、はい、一時離脱、して、びっくりしましたね。人間あんなに汗が引かなくなるもんなんですね。はい、いや、すごかったですよ。いや、本当1時間汗引いてませんでした。はい、あのですね、だよちゃんにガチ心配されるはい、申し訳ないです。水分も補給し、しっかりとあの体、俺、いや、初めてやった、首とこう脇をね、氷でこうちゃんとこうやって冷やして、ちゃんと室内でね、休んできました今。はい、で、あの、まあ、この後もちょっとね、やばいって思ったらすぐにもう撤収するとか、はい、あと本当に倒せたなとかなる前に水分補給しつつ、もう今日の目標はもうタスクの達成とかじゃない、倒れない倒れない倒れないです。本当にこれ一番大事。でも午前中やって本当思った、分かったのが、臨港パークがですね、日陰はあることにはあるんですけども、ポツンポツンポツンなんですよね、うん、木々の下っていうのがその結構ない場所もある。で、あの、僕がそんなね、ちょっとあの日陰あんまないんですみたいなツイートしたら、他の山下公園とか、あとは、赤レンガの方か、3つが3つともですね、日陰が少なめらしいんですね。すごいセミ鳴いてるもんね。夏ですね。夏ですね。はい、なので本当に体調がちょっとあの優れない方とかはマジで危ないと思います。あの、はっきり言うと、今年ドイツとアメリカと、日本っていう感じで3つあのゴーフェスト僕行ったんですけど、一番過酷です。がこれガチ、本当にガチね、っていうのでちょっと厳しさがありますね。まあ頑張っていきましょう。はい、はい、いや、頑張りすぎないでいきましょう。はい、で、タスク、はい、やっとちゃんとイベント説明ができる。はい、はい、今回もですね、あれですね、ウィロー博士からスペシャルリサーチ来ております。で、スペシャルリサーチなんですけれども、1枚目が、ポケストップを7回回す、2人とフレンドになる、あとはちょっと一番下の、すでにちょっとあの僕が気づいたらもう達成しちゃってたんですけども、はい、ギフトを3回送るですね。はい、っていうものがございます。フレンドになる、正直ですね、会場の中にも死ぬほどトレーナーさんいらっしゃるので、あのできると思います。みたいな感じで、あの、みんな多分困ってるんで、フレンドにね、はい、皆様フレンドを作っていきましょうということでですね、ここのパートをですね、実は僕あのドイツとアメリカ両方でやってるんで、作るパート、1枚目に関してはもうズバッと終わらせていきましょう。はい、いっちゃいます、はい、なんかですね、今回会場のですね、至るところにですね、立体のポケモンたちがいっぱいいるんですよ、うんうんうん、やばくないですか。すごい。ポッポ、ネイティもいて、フワンテもいて、で、今回の色違い追加のニョロも、はい、いるんですよ。やばないですか。で、この会場ですね、あの、まだ全然ですね、僕のペラップしか映してないじゃん。何がいるのかっていうのちょっとね、見ましょう。ゲーム内ですね。はい、今ね、見てわかるね、ミツハニーとプテラと、あ、ペラップもいる。お、すげえ、ラプラスいる、ラプラス。お、いいですね。え、あ、光った、光った、ちょっと。いえー、はいや。よっしゃ、よっしゃ、さっきまで半分熱中症だったやつとは思えなかった。よっしゃ、よっしゃ。やった、元気。いやー。から元気かもしれない。いやいや、それはそんなことはない。ちゃんと元気になりましたけど。やったやったやったぜ。これだからシンガポールぶりじゃない、多分俺。いや。だよね。確かに。まあ、ね。そうそう。そう、あの、遅刻したから。ラブラズでやってないですから、ね。はい、やってないんで僕。すいません。その説は。はい。その説は、はい、やらかしましたね。はい、ゲットしました。オッケー。素晴らしい。あ、やったぜ。ででででで、なんかね、いっぱい、あ、ペラップももちろんなんだけど、タツベとかもいるんだね。色違いもいけるし、高校大使も欲しいね、うんうんうん、タツベね。すごいいいな。なんかやっぱり今回出現して、あ、
ニョロモも触った子、ニョロモは通常キャラですね、はい。でも今回すごいね、会場近くですね、ニョロもね、やっぱみんな出てるみたいですね、色違いね。はい、まあなんでじゃんじゃんやっていきましょう。はい、はい、ということでですね、さっきですね、向こうの方のあの何がいた、あのミツハニーとかか、はい、とかがいるエリア行ったんですけども、こっちはですね、ラプラスとかがね、いるんですよ、ニューラとか。ちょっと、まあちょっとこの角度だとね、少し見にくいんですけども、はい、そうそうそう、カマちゃんとか相手ですね、はい、って感じで、あのそれぞれバルーンが置いてあって、でそのバルーンの近く、まあ、ここだったら見て分かる通り氷タイプがですねすごいいっぱい出てるんですよね、まあ、とにかくですね、その狙いのポケモンがその各ですね、バルーンがあるところに行けば、出てきますよみたいな感じです。で今ね、花飾りピカチュウ出てきましたね。ここ会場さいいよね、花飾りのピカチュウも出るし、あの帽子ピカチュウ復刻が来てるんで、いろんなピカチュウがね、で会場ねの周辺で手に入るのがいいなって感じなんですけど、でまああれなんですよね、その話じゃないんですよ、タスクの話させてください。今回の、2枚目のタスクが、それぞれですね、氷タイプを5種類、水タイプのポケモン8種類、草タイプ3種類、飛行タイプ5種類、ノーマル3種類っていうのを、やりましょうっていうのが2つ目のタスクでございます。その2つ目が終了した画面がこちらでございます。はい、もうさささっと出してきました。正直ですね、シカゴとドルトムーンとか、っていうのは公園が大きかったんですけど、今回はですね3つの公園に分かれているかつ精度がちっちゃいので、回りやすいですね、すごいもう息がすごい楽だから、難易度が今回の方が低いなと思いました。ということでそれぞれ開けていきましょう。誰だ、氷はラプラスだったかな、前回は。今回はいやもう全然動かない、あらららら、真っ直ぐ、これはちょっとやばい。おっ、雪目の子だ、面白い、雪目の子作ってないっすか。あ、そうなんだ。じゃあ今回ちょうどいいね、なんかその、しかもアイテム使わないで雪目の子手に入るってのがいいな。いや、カクカクすぎるそうだね、一旦ちょっとそうしましょうか。はい、さっきは氷でしたね、次水が、お、ニョロボン、おもろ、なるほどね、はい、オッケー、ニョロボンゲットだぜ。はい、はい、次、あ、来た、ルンパッパだ。へぇ、ルンパッパ、なんかやっぱさ、最終進化が多いですね、今回ね。よし、オッケー、捕まった、次行くぞ。いやもうほんとさ、あれなんですよ、これね、自分の撮影もしなきゃいけないというか、タスククリアしなきゃいけないのに、他の YouTuber とも全然動画撮れてないから、もういろいろ焦ってる実は。最後ノーマルはオオスバメ、あ、オオスバメ、アタック高いやつですね。タスクだからね、本当はね金釣りとか使いたくないんですよ。そうですね、でもちょっと今は時短のために金釣り使わせていただきます。いやそうあれなんですよ、僕タスクでよく使うんですよ、金釣り逃げないのに、うん、で、なんで使ってんだよみたいなコメント来るんですけど、はい、時短のためです、はい、全ては時短のためです。 YouTuber ですか。はい、 YouTuber なのでね、はい、タイムイズマネーでございますので、はい、 OK、 これで、2枚のタスクは全部終わったかな。はい、よし、じゃあ、ここのリワード受け取って、スペシャルリサーチ2枚目が終わりました。3つ目いきましょう。はい、はい、3つ目が、あ、写真ですね。あ、はい、出た、あ、アンノー3匹捕まえる氷のエリア、雪か、雪のエリアで雪わらしの写真、海のエリアでニョロも、あとハスボを、海で2つですね、であと空のエリアでチルト、およびツバメ、はい、をそれぞれ写真撮るということですね。多分ですね、今まで の、 海外のやつですよねと同じならば、多分それぞれフォトボムしてくると思います。で、そのフォトボムしてくるポケモンをゲットして次にそれが関連してくるみたいな感じに多分なると思います。よっしゃ、やっていきましょう。バシバシと、バシバシ撮っていきます、写真のタスクですね、はい、ボン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 と今ちょっと出てると思いますが、すべて終わらせてきました。内容としてはやっぱりですね、シカゴとか、ドルトムンドとかと同じですね、鳴き声を上げるとかね、ちょっとやかましいというか、いうようなポケモンたちがフォトボムでひょっと出てきてくれるような感じでしたね。はい、でそれらが終わって今最後のアンノーン3匹捕まえるというタスクを終わらせましたと。で基本的にですね、まあ、これねイベント、まあ、今日初日ということで、こう後半戦ね来る方もいらっしゃると思うのでお話しするんですけども、まあ、各場所の距離が短いから楽なんですけど、写真撮影の時のポケモンだけはしっかりと確保しておかないと後で面倒なんですよね。そいつらはですねちょっとまあさっきタスク多分バッと出してたと思うんで、それを参考にですね皆様そいつらは確実にそのタスクの時に持っているようにしてください。はい、ということでですね、ここでリワード受け取っていきましょう。5枚中の4枚目でですね、セレビが登場しますね。セレビが登場しますね。なので今回もおそらく同じだと思われます。全部チェックチェックチェックしました。はい、リワード。あ、違うのか。もうジラーチ自体は獲得してるから、多分もう出てこないな。
あ、出てこなかった、出てこなかった。はい、あの多分ここでですね、他の、従来のイベントに参加してない方、まあほとんどそういう方と思うんですけども、日本で初めてこの、タスクをクリアする方は、横浜でクリアする方は、ジラーチが今のところで獲得できるということになります。で、最後5分の5が100キロ以上からのポケモンを3匹交換する、卵を5個返すジラーチの写真を5枚あ3枚か3枚撮るという感じになっております。でですね、今回ですねこのタスクは今ここでこなしてもいいんですけれども、ぶっちゃけっていいっすか、はい、命全然取れてない、はい、あとペラップも全然確保できない。でここにある3つのタスクって今やらなくても実はいいんですよ。お、はい、そうなんですね。そう、さっきまでの写真を撮るとかっていうのは今回のこの会場で撮らないともどうしようもないんですけども、例えばトレードと、卵の孵化、ジラーチの写真3枚、これどこでもできますよね、うん、はい、ということでこれに関しては今やらなくてもいいです。じゃあ残りのタスクは、別のタイミングでやっていきましょう。ですね、iPhone が あまりにも熱がですね、もうこもりすぎてですね、録画が途中で普通に切れるという、はい、とんでもない、エラーが、まあしょうがないんですよねこれね。そうなんですよ、リアルイベント、外でのリアルイベントでね結構あるあるなんだよねこれね。 YouTuber 泣かせなんですよ、機材が、限界を迎えるということが、機材バグでございました。まあしょうがないですね。はい、で、そんなところでただいま15時、このイベントが終わるまであと2時間ですね、うん、はい、じゃあ残りの2時間ですね、まあ、色違いをですね基本的に狙っていきつつ、ペラップも狙いつつで、 YouTuber たちどこということで、残りの2時間ちょっとそういったところやっていこうかなと思います。はい、ですね、ちょっと今、あ、いえいえ、ちょっと全然いいですよ、僕もやらかしましたんでね。はい、皆様タップします、今から行きますよ、せーのと、はい、あ、いきなりですが色違いにやらもゲットさせ、はい、今2つのやらかしがございました。1つ目のやらかし、アイスの列に並んでいる間に僕がですね何気なく触ったニョロモが色違いだったということが1つ、だから僕が完全に気を抜いてリアクションが取れなかったというまずやらかしが1つ目で、2つ目、ダイオが、カメラのマイクを入れ忘れていたということで、はい、あの1分半ぐらいの下りがですね全部無音ということですね。はい、音声からスタートしている、なんかすごいとっちゃかった素材になっていると思いますが、はい、とりあえずニョロモはね撮れましたんでね、はい、運弱いということで運弱い、はい、まあでもとりあえず撮れたんでね一安心かなというところで、はい、第1じゃないですか。そうなんですよ、やっぱりこれこなさないとね、今日はだってみんな何を狙うっていうさ、もちろんいろんな色違いあると思いますけども、今日実装のやつやっぱ狙いますよね、はい、ということで、まあ、とりあえず出せてよかったですね。これが今日の2匹目の色違いでございます、はい、はい、あとはですねできれば嘘ハチとかも出したいけどね、はい、ちなみに今日もね2キロ卵ギフトからもらえるギフト、あの 2キロ卵めちゃめちゃ割ってるんですけど全然ダメです。今入ってる分が割れるときにできたら出てくれたらいいなと思ってはいるんですが、まああんまり期待はねちょっとね、やっぱ卵なんてきついかなと思ってます。はい、じゃあとりあえずあのアイス食べます。はい、買いました。こっちがのパインアイスかな、はい、はい、ピカチュウがこんな顔してます。4種類あります。はい、でこっちがなんかレモン、オレンジレモネードみたいなやつですね、うん、そんな感じの、はい、なんかタピオカドリンクもあったらしいんですけど、そっちはちょっと今、販売中止ということで、はい、今日、まあ、売り切れじゃないかな。売り切れ、はい、オッケー。じゃあこっちちょっと一回もう喉カラカラなんでね、はい、行きましょう。うん、あ、美味しくて可愛い。はい、このピカチュウの顔ね、これこれ、こんなこんなこんな、似てる似てる。ちょっと食べよう、パンアイス。あー、冷たそう。うん、うん、なんかちょっと柔らかめの、ちょっと溶けてきてるね。あ、そういうことか、うん、これだ、通りで。いやでもちょうどいいわ、もう体の内側から冷えるから、ピカチュウ耳食われちゃったからこういう顔になっちゃったんだけどな。はい、ピカチュウごめんな。あー、うん、冷える。あー、クールダウンして次行きましょう。はい、いやすごいですね今回、ドコモとソフトバンクかな、はい、があの Wi-Fi の基地局を今回出してるですね、うんうんうん、でその基地局が出てるから、まあ、Wi-Fi こっちで接続するのかなと思ったら会場の方に来たんですね。こんな感じで QR コード出てますね、まあ、だからこれをスタッと読み込んで、あの接続方法がそういう説明されてるのでスッとログインできると、Wi-Fi にログこう接続できるって感じになってるんで、なんかそのどんどんですねこの回を重ねるごとに、なんかそのやっぱりその会場内での利便性が上がってってるのか感じますね。あのシカゴより、シカゴとかドルトムントよりもすごいあの利便性は上がってるかなっていうふうに思いました。
はい、すいません、あのまたちょっとあの視聴者さんとあのご挨拶してたら、色違いが出ました。ニューラですね。ニューラです。山田さん、はい、ながらで出すのやめてください。すいません。わかります。そう、あのお気持ちはわかります。はい、僕もちゃんと出したい。リアクション込みで、はい、タップしてシュッて寄ってってパッて出てキラキラキラ、ギュンズリハイボカーブでいー入りましょう。はい、よかった。3匹目、あとりあえず、そうですね、しかも持ってない色違いがこれで出てきてくれたんで、あのニューラとニョロモソっていうのが出てきてくれたんで、まあよかったかな。その点ではね、すごいいい感じかもしれません。あ、これ海外の時もねお話ししたんですけど、ゴーフェスタって、普段出ないポケモンが出現するっていう風にまあ言われてるんですけども、卵からしか生まれないとかレイドでしか手に入らないポケモンっていうのも含まれていて、それこそ今タップしたアブソルとかもそうだし、今あのここにいるよいしょと、はい、アローラサンドとか、こういうのもそうなんですよね。まあ、だからあのこういったリアルイベント、まあ、わかんない、来年とかがそうなるのか、もうわからないんですけども、っていうのはその本当にイレギュラーな、脇が、増えますよっていうことはね覚えておいてもいいかもしれません。はい、16時過ぎました。16時今24分ですね、はい、なんかね、他のね、まあ、普通にもう交流今まで1回でもあるYouTuber さんめちゃめちゃ今日来てるんですよ。会場全然違うところに今行っちゃってて、あのね、多分なんだけど17時までに合流できないんですよ今。だからどうしたもんかと思って、だから残りの35分を彼らのところに合流するのに使うのかって思うと、いや17時以降でいいんじゃないかというふうに思っちゃって俺がいるんですよ今ね。はい、あとぶっちゃけ今日中に動画上げたいんですよね。そろそろダヨちゃんをですね編集部屋へ送らなければいけないという、はい、感じなので、ちょっと止まれる、はい、ぶち込みます、ね。はい、ホテルちょっとズバッとね、はい、はい、行っていただいて、ヘミの鳴き声で大丈夫かな、これちょっと貼っとくわ。違う、近づかないで貼っときます。はい、じゃヤスのヤスの技術。まあ、とにかくですね、というふうにあの後半でですね、そういった別のさらにプラスアルファの観光パートおよび、他のクリエイターとちょっとあの合流できたら合流するっていう感じで、やっていこうと思うんですが、前半部分の動画はこれにて終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私山田 Twitter、Instagram やっておりますので、よかったらそちらもフォローお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。